小林敏子、志子、1932年4月6日から2016年12月29日は、日本の女優、東京市中央区月中まで。1946年4月、学校を中退して、日劇ダンシングチーム、NDET に入団。1947年2月、初舞台。カルメン故郷に帰る左から高峰秀子。 小林敏子、も月優きゆ九子1949年、小竹の木下圭介監督にスカウトされ、映画、破れた鼓子でスクリーンデビュー。これは、高峰秀子が予定されていた大役での出演であった。翌1950年に小竹に正式入社し、木下の指示で俳優座養成所に1年間通う。1951年、日本初のカラー作品。 カルメン故郷に帰るでの演技は特に有名。1956年、映画監督の手使ら原博と結婚し、後に3人の娘を設ける。1960年、小竹を退社してフリーになり、囲碁他社の映画や舞台で活躍した。2016年、東京にて死去。創月指導者連盟会員向け帰還し、草。2017年2月号、創月会。 http://www.sogetsu.or.jp:/soshiren:/2008:/post52html ありがとうございます。